Il-86、イリューシン86ロシア語は、ソ連のイリューシン設計局の開発したワイドボディ旅客機である。西側諸国では1960年代後半から、ボーイング747やエアバス A300 などの高バイパスエンジンを使用したワイドボディ機の計画が次々と発表され、1970年にはボーイング747が就航したことを受け、以後次世代の航空輸送は近距離間の大量輸送が主流になると見込んだ。ソ連指導部は各設計局にこれに見合う機体を設計させた。1971年からゲンリフ・ノボジロフ率いる設計人によって開発が始まり、ソ連版エアバスとして1980年に開催が決定していたモスクワオリンピックに間に合うように製作された。製作にあたって当時最新の材料、また宇宙先端技術を用いた。また、ソ連旅客機として初めてエンジンをパイロンで主翼から下げる方式を採用した。1976年12月22日に初飛行したものの実用化に手間取り、モスクワオリンピックには間に合わず1980年12月からモスクワ・アルマータ線で運用が開始された。ソ連製旅客機としては初めて西側諸国の航空会社への拡販を狙い、日本やアメリカの航空雑誌への広告の出稿などを行ったものの、すでに西側諸国では、マクドネル・ダグラス DC-10 などのワイドボディ機が次々と就航していたことや、航続距離が短かったことなどにより西側諸国の航空会社への販売は成功しなかった。緊急時に、軍事目的で使用されることを優先して設計された従来のソ連旅客機とは異なる設計思想を持っている。近距離間の大量輸送が目的のためSTOL性は重視されなかった。2500メートル以上の舗装滑走路の使用を前提とした設計になっている。ただし脆弱な飛行場の設備のために余裕を持った膠着装置を採用した。Il-86 の特徴の一つに、機体中央のメインギアの存在が挙げられる。これによって滑走路にかかる負荷の軽減を図った。他のワイドボディ機と同様機内は2列の通路を持ち、エコノミークラスの客席は、機体後部など一部を除いて3から3の横9列配置となっている。当時の他のソ連航空機と比べて快適な座席を装着していると評された。本格的な映画上映サービスを行える設備も、整い接客サービスの向上に貢献した。なお個人用テレビなどは装着されなかった。本機を特徴づけるものが、乗客の乗降方法で、メインデッキの扉ではなく、緊急脱出専用で普段乗降には使用しないが、後年に乗降用へと改造された機体もある。下部デッキ左側、ポートサイド3カ所にある乗降口。エアステア装備から乗り、横の荷物置き場に荷物を置いて、階段で客室に上がるという形をとっている。ボーディングブリッジが整備されていない、地方空港での運用を考慮したものである。またロッキードトライスターなどと同様に、メインギャレーは主翼前方の階下に設置され、キャビンギャレーとは、橋ごと2基のエレベーターで結ばれていた。本来Il-86 には D-30 を搭載する予定であったが、Il-86 向けの派生型エンジンが完成しなかったがために、完成していたエンジン NK-8 を元にした NK-86 が搭載された。ソ連には当時高バイパス比のターボファンエンジンがなかったため、燃料消費効率が悪く、同時期の欧米の DC-10 や、エアバス A300 に比べて、航続距離が短くなってしまった。当時のアエロフロートの運用方法や国内で生産される潤沢な石油によってその問題は特に議論されなかった。エンジンの換装も検討されていたが、資金調達難で実行に移されることはなかった。他のソ連機同様、多くのFAI公式記録を保持し、それらの記録の多くが未だ破られていない。1981年の記録では 2000km 周回路の飛行で7の記録を、1000km 周回路の飛行で11の記録を打ち立てた。これらの記録のうち、S-144 に破られた他の12の記録は2010年現在においても破られてない。旅客機としてではなく、空中指令所として、軍用型も開発されとして、製造されたIl-86 のうちの最後の4機が、この仕様となった。1995年までに軍用機も含め106機が作られた。試作機は、設計局の試作機工房で、量産機は、S-144 を生産した場所で生産された。尾翼の一部などは、ポーランドの PZL にて生産された。ソ連における国際分業の一つと言える。アエロフロートは、モスクワ、レニングラード、タシケントなどの航空会社にIl-86 を配置し、モスクワ・レニングラード線、ベルリン線など多くの高需要近距離路線に導入。経由地で燃料補給をする運用では、アメリカ線などにも導入された。西側諸国への拡販も狙ったもののソ連以外での販売は、ワルシャワ条約機構加盟国、特に生産の一部を担当したポーランドでも苦戦し、後にリース機が中華人民共和国の中国新疆航空で使われたほどにとどまる。非常に安定した操縦特性を持っており、生産数は少ないながらも深刻な事故は2006年の1件のみである。営業運航中の死亡事故は皆無である。この操縦特性は、後継機のIl-96にも受け継がれているという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。